ええ、全員無事です。イルカが私たちを海流の先まで運んでくれました。ところで、失礼を承知でお聞きしたいのですが、隊長さん、あなたの種族は？ありがとうございます。どうかお気をつけて。カミソリの隊員は全員人間でした。やっとわかった。実数はアルカニスト、虚数は人間のこと。じゃあ他のは何なんだよ。ミズ・ソネット、ミズ・ベルティ、そして私めは整数。私とミス・リーリャは分数でした。言うまでもなく、私は純血だぜ。私めもリンゴジュース 100% ですぞ。私も 1.5 ボルトの直流電流しか飲んでおりませんよ。血統で分けるならネグルスも整数のはずだから関係ないようだね。だからなんで私だけ無理数なんだよ。不公平だぞ。裁判長、再審を要請する。うるせえぞ。お前を上陸させるのにどれだけ苦労したかわかるか。まあ一番ボロい客室になるがな。客室？どう見ても牢屋じゃないか。では少しでも気分が良くなるように、私たちは皆世界の囚人、肉体に縛られし魂のごとく。せめてロックを流してくれよ。どうやらこの島は整数を崇拝しているようですな。一方で無理数、つまりは循環しない無限小数は決して整数になり得ない実数があるゆえに敵視されているのでしょう。いやいや、だからってなんで私が無理数なんだよ。この前の抗議活動だって私だけ財団に何の財産損失も与えてないってのに。ついてないぜ。ミス・モアスさんにアペイロン教団に関する情報収集を要請しました。ですがある程度の資料が集まるまで少々時間が必要かと思われます。カミソリの隊長曰く、ここは独立したアルカニストたちの集落である可能性が高いそうです。以前の未登録者とは異なり、彼らは人間社会で生活せず、アルカナム古来の暮らしと伝統を維持してます。接触には細心の注意を払わなければなりません。けど彼らが用いているのは現代の数学用語だよ。あの少女は20世紀前半のインド数学者カプレカルを知っていた。彼らは完全に俗世から隔離されているわけではない。外界との関わりを維持している。ここはオリティアウの基地、財団の本部、そして私のスーツケースと同様、ストームの逆光を受けない。1999年の旅行記、基地に現れたマヌス・ベンデッタ、ストーム、そしてエマネーション。これらにはきっと何らかの関係性があるはず。その答えはここにある気がする。
燃えてるね、ボス。ところで、案内人はまだか？まさか、お前たちの中に無理数が出たから、全員拘束だ！とかないよな？さっきからずっといるんだけど。6に言われて、迎えに来た。うわ、びっくりした。いたならなんか言えよ。だって、あなたたち、何か証明をしてるみたいだったから。経典によると、他人の証明を邪魔するのは、豆を食べるのと同じくらい罪深いことなんだよ。コーカサス山脈に釘付けにされて、ハゲタカに目玉を食べられたくないもん。豆？豆を食べるのは、禁忌の中で最も重い罪だよ。最大で最悪の行いだよ。この禁忌を犯した者は、転生できず、永遠に拷問を受けることになるの。へえ、そんな決まりがあるんだ。豆って大豆？そら豆？エンドウ豆？それともひよこ豆？豆製品は？全部同じことだよ。なんじゃそりゃ。そんなん言ったらコーヒーを飲んだやつはみんな地獄行きじゃないか。ちょうど私のバッグにコーヒー豆が一箱入ってたんだった。これを口に入れたらハゲタカに襲われるっていうのか？ダメ。うわっ、何すんだよ。この大海賊様がビビると思ったら大間違いだぞ。おい、和製の助ってなんて卑怯だぞ。まずい、彼女たちを引き離さないと。平和よ、どうか我らと共に。あなたが緊張しないで。そんなに怒らないで。 So long, this is. And this gives power to me. え？私に司令権がないの？大丈夫。心臓の音がうるさいけど。無駄な抵抗はおやめなさい。レイニョス・レイノイ・センス・エリン・ティーン。あなた、信じられ。心臓の音がうるさいけど。And this gives power to me. 打ち上げると心が落ち着く。ダージズトネは銃を持っている。常識だぞ。ん？おーい、問題ありません。私は後方部隊だぞ。マッカのように何か聞こえる。 Each moment, now night. レイムスレイバーに戦争リンピーン。隙あらば入り込む電波。練習の声を聞いてみた方がいい。秘密ってのはいつかね。ありきたりの言葉の中に隠れている。聞いてごらん。ああ、お戻り。 I know the moon, and this is an alien city. あ、体の状況を鑑みて、叙勲式は略式でお願い申し上げる。こいつ噛みつきやがった。
何事？ 37? お客様に失礼でしょ？早く離れなさい。ごめんなさい。一歩遅かったようね。私はアペイロン教団の構成者、ソフィアよ。あなたたちの案内を担当することになったわ。ふぅ、やっとまともな奴が来たようだな。続きは外で話しましょう。私たちの信仰は、万物は数なりよ。数学は全ての本質であり、真理へと続く鍵でもある。それは火であり、無知の闇を脱する要。数字こそ経験を超えた永遠の存在。属性の全ては時代の移り変わりとともに腐敗していくけれど、誰しも鍛錬と修行を通して最終的に自身の証明、そして心の浄化をなすことができるようになるの。つまりは魂の数字を知るということよ。おお、やっと広い場所に出てこれだぜ。少しはマシなとこもあんじゃん。部をわきまえてください、ミス・レグルス。次に豆を食べるなんて言葉を口にしたら、今度こそ本当に海に投げ込むわよ。チッ、わかったよ。まだ何もしてないじゃん。ミス・ソフィア、この島の緊急をもう一度読み上げていただけますか？先ほどは暗すぎてメモができませんでした。ご心配なく、すべて録音済みです。1、豆を食べてはならない。2、落ちたものを拾ってはならない。3、白いおんどりに触れてはならない。4、剣で火をかき混ぜてはならない。5、くびきを飛び越えてはならない。6、道中巻き割りをしてはならない。7、新しい衣服で街道に入ってはならない。街道に入るときは右側から入り、左側から出ること。8、部屋にツバメがいてはならない。9、神聖な塀の中で寝てはならない。10、寝床を離れるときはそれを丸め、就寝の痕跡をなくすこと。このヘンテコな規則は、ロンドン警察ですらこんなに細かくないぞ。私たちが接触してるのは古代のアルカニスト団体だよ。きっとこの人たちなりの理由があるはず。けど落とし物を拾うなって、そのまま朽ちるのを黙って見てろってこと？そんなのイカれてるだろ。これだから無理数は。はあ、
だからどうして私が無理数なんだよ。具体的な数字までは判別できずとも、そのものがどの種に属するかは判断しやすいわ。あなたはとても典型的な無理数よ。話を聞かず癇癪持ち、予想外の行動ばかり取り、小数点に続くのは止めどない騒音と不動のみ。何事にも規律というものがない。話を聞かない、癇癪持ち、予想外の行動、それが判断基準だったの？なるほどな。オンチの趣味まで見事に言い当ててる。笑うな！この大海賊様は断じてそんな定義には縛られないぞ。そういうあんたの数字は何なんだ？私はまだ修行中だからわからないわ。へえ、あんたも知らなかったのか。じゃあこのレグルス様が教えてやるよ。あんたも無理数だ。いた。何す、ん、ブドウ。ふーん、綺麗な曲線。またあんたか。おい、今度は負けないからな。37、伝道会に行くんじゃないの？案内を頼まれたのは私だよ。けれど本来これは私の仕事でしょ。あなたは外部の者との接触に慣れていないのだから。それとこれとは別だよ。そんなこと言ってるからいつも雑用ばかり押し付けられるんだよ。神聖な塀の中で寝てはならない。道中薪割りをしてはならない。怠惰は善に達する道中で身体と魂のつながりを断ち切ってしまう。数字なき者に怠惰の資格などないわ。それにあなた、どうして来賓客を口に入れたの？だってこの人が豆を食べるなんて言うんだもん。からって噛んでいい理由にはならないわ。考えてもみなさい。豆を食べた彼女に噛みついたらあなたも豆を食べたことになってしまうでしょ。正確な対処法は罪人を直ちに海へ投げ入れ、ゴルゴン海流のもと永遠に円運動をさせること。確かにそれが最適解ね。どうして思いつかなかったの？集合論の基礎問題よ。おい、いつまでその話を続けるつもりだ？本人の前でそんな物騒なこと言いやがって。我慢にも限界ってもんがあるんだからな。一発命中。ん？なんだよ。目には目を、歯には歯を、悪いのは私じゃないぞ。レグルス、もしかして
ミス37が投げたブドウを拾ったのですか？それはつまり、落ちたものを拾ってはならないの規則に反するのでは？え？しゃがんで、アブラクサスが来る。あれは禁忌を犯した者を捕まえに来るの。見るからに凶暴そうだ。レグルス、早くこっちに。平和よ、どうか我らと共に。あなたを信じて。緊張しないで。So long lives this.And this gives power to the world. 打ち上げると、コロナ落ち着くよ。問題ありません。おやめ。大丈夫。ヤイガの良い。心臓の音がうるさいかな。ダージズトミは自由を持って、セクハラミーとコステルもこう。緊張しないで。あなたを信じます。そんなに怒らないでいい。レイニュスレイノインフェンスエリンキーニ。問題ありません。しばらくライバーのように。空襲空襲おやすみ。発火湯、感じるでしょ。 So long lives this, and this gives power to thee. 緊張しないで。このペン先に。 Each moment, now might.発火湯、感じるでしょ。緊張。大丈夫。心臓の音がうるさいけど。感じるでしょ。気持ちを打ち上げると。無駄な抵抗はおやめなさい。君たちに緊張しないで。民衆の声を聞いてみた方がいいかもしれない。秘密ってのがいつかありきたりな言葉の中に隠れている。聞いてごらん。空襲空襲おやすみ。ご協力感謝します。やいばなさん信じます。心臓の音がうるさいけど。 And this is an alien city. レイニュスレイノインフェンスエリンキーニ。ダージズトミは銃を持てる。よしだぞ。まだ見せる刃に用意する。Each moment, now night. 隙あらば入り込む。レイニュスレイノインフェンスエリンキーニ。あなたたちのために祈りを捧げます。安らかにお眠りください。レグルス。船長、このアップルめはどこまでもついていきますぞ。レグルスに乾杯。
出所したばかりでまた無所入りとは反骨精神満載だな。少なくとも豆を食べてなくてよかったよ。地下牢で己の魂をしっかり浄化することね。はあ、地面が乱れてしまったわ。エナ・エフガテスモスミア、スティマティサテ、オトマ・メキドバスティア・ミア。タイムキーパー、ご覧になりましたか？この島の人が使用するアルカナムは、私たちの知るものとは全然違うみたいだね。ミスター・アップルがついてるし、レグルスもしばらくは安全だと思う。ひとまずソフィアについていこう。無駄なことに時間を費やしてしまったわ。ミス・ベルティ、ここが例の電動車の間よ。ここで私たちはあなたたちで言うストームの知識を共有しているの。電動車の間に入る前に、右手を石の上に押し当て、誓いを立ててもらうわ。私は自ら、無名である愚かさを捨て、グノーシスの洗礼を受け入れることを誓います。私は無知な舌を捨て、真理がために口を閉ざすことを誓います。私は現象界の塵ぼこりを捨て、仮想界の巧妙な伝道へ持ち込まないことを誓います。私は具象を具象へ返し、超絶を超絶へ返すことを誓います。私は全ての秘密を守ることを誓います。さもなくば、ハゲタカに心臓を食われ、烈火に身を焼かれ、生の輪廻を永遠にさまよい続けるでしょう。その後、3回叩いて、あとは儀式用の服に着替えれば終わりよ。必ず右から入り、左から出ること。あなたたちは最下層の聴衆よ。発言権はないから絶対に口を開かないことね。伝道会が終わったら、6との話し合いの場を設けるわ。わかった。ミス・ソフィア、少しの間席を外してもらっても？ええ、ご自由に。ベルティ、正気か？この誓い、見るからに猛毒だぞ。口を閉ざし、秘密を守る。以前受けた訓練と似ていますし、代わりに私が参加します。うん。私も一緒に入るよ。ですが、この石からは、アルカナムの気配を感じなかった。純粋な形式に過ぎないと思う。
まり警戒解除ですか。でもさっきソフィアが地面を修復するアルカナムを使った時もアルカナムの波動を一切感じなかった。私たちには感知できないアルカナムの類なのか、もしくは私たちが島に上陸したその時点で巨大な術式の中にいるかですね。その場合いかなるアルカナムもこの島の流れに沿うでしょう。その力が私たちをどこへ導くのかは分かりませんが、断言できることがあります。その術式に関して一切の情報がないということです。そんなの危険すぎます。分かってるよソネット。でもこの島の協議に従えば想定外の危機は訪れないと思う。アペイロン教団の理念は隔離された世界で真理を追い求めること。少なくとも刃を向けられたことはない。私はそうは思わないがな。考えてもみろ、純潔なアルカニスト団体、正体不明のアルカナム、特定の知識と資格に対するイカれた崇拝、思い当たるとこがあるだろう。少なくとも今のところこの島にベンデッタの痕跡はない。チッ、ベンデッタはドブのネズミだ。こんな肥えた肉をほったらかしにするとは思えねえな。だからこそ調べる必要がある。私はタイムキーパーの判断を信じます。私は伝道会なんざ興味ねえよ。外で見張っててやるから気をつけな。私は自ら無名である愚かさを捨て、グノーシスの洗礼を受け入れることを誓います。私は無知な舌を捨て、真理がために口を閉ざすことを誓います。私は現象界の塵ぼこりを捨て、仮想界の巧妙な伝道へ持ち込まないことを誓います。私は愚象を愚象へ返し、超絶を超絶へ返すことを誓います。私は全ての秘密を守ることを誓います。さもなくばハゲタカに心臓を食われ、烈火に身を焼かれ、生の輪廻を永遠にさまよい続けるでしょう。同胞たちよ、我々はグノーシスへの追求にて空前絶後の危機に三度も直面した。一度目は無理数の発見、二度目は虚数の発明、三度目は第一党の破産。真理は埋もれ、歴史は塗り替えられた。だがエマネーションは危機ではなく、我々にとって最後の救いだ。至高なる者が世に現れ、とはなる仮想界が再び我々に扉を開いたのだ。プネウマが降り注ぎ、万物は光明界へと遡る。その前では現象界の一切が粉末のごとく脆く崩れ去る。幸いにも我々はプネウマのエマネーションを目にすることができ、生の輪廻から逃れることができ、それはなぜか。我々が真理を知る者だからだ。我々の生存は天より賜りし使命だ。やがて
この目に見えない真理を世にもたらすであろう。ありがとうございます。続きまして、最年少にして不規則素数であり、我々の中で最も輝かしいヘルメスの星37に伝道してもらいましょう。1929年のエマネーションはたった2日続いたのみ。すべてのエマネーションに関する計算は失敗に終わった。時代の逆行に規則はない。この4年間の証明はもはや紙くずに過ぎないのよ。以上。逃げるよソネット、アブラクサスが来る。やっと盗聴以外の仕事が来た。あなたは大丈夫？心臓の音がうるさいよ。 I know the moonAnd this is an alien city. そんなに怒らないでよ。ご協力感謝します。問題ありません。緊張しないで。刃のように燃える。ダージズトメは銃を持てレイニョセレーノのセンスエリンピーニョ。心臓の音がうるさいけど。深呼吸を。ギアラバ入り込むテンポ。撤退。え？私に指令権はないの？君たちに民衆の声を聞いてみた方がいいかもしれない。秘密ってのはいつだってありきたりな言葉の中に隠れている。聞いてごらん。お戻り。無駄な抵抗はおやめなさい。おやめ。緊張しない。何が聞こえる？空襲、空襲、おやすみ。深呼吸を。おやめ。あなたヤイバのように無駄な抵抗はおやめなさい。先生カーロミとコステルモクニョセレーノインセンスエリンピーニカ。秘密ってのはいつだってありきたりな言葉の中に隠れている。聞いてごらん。
あんなに怒らないでよ。 So long gives this and this gives power to thee。 問題ありません。絶対。え、私に司令権はないの？さあ剣を構えたまえ。正々堂々と。 Each moment, いざ勝負。ラージズタムが銃を持っている。よしくセールもこうです。誰？心臓の音がうるさいけど。気持ちを打ち明けると心が落ち着くよ。隙あらば入り込むテンポ。ためらいはせぬ。カンカン。あなたを信じます。先輩カーレミとコステールもこう。問題ありません。剣がうめいておる。剣がうめいておる。神々、刃のように御心のままに角笛が鳴り響き、審判の日が来たる。先輩カーレミとコステールもこう。まだ見ぬ世界はこのペン先に。 Each moment, now night。 体の状況を鑑みて叙勲式は略式でお願い申し上げる。